わ、かわいそう。どうも、ロコートと申します。今回はクラッシュバンディックぶっ飛びサンダモリにて、第3作品目をやっていこうかなと思います。やっとね、ワンツーまではダイヤも取り終わって、一応完璧クリアかな、押しましたんで、とうとう最後クラッシュバンディック3にも当時のようにですね、ダイヤを取って攻略していきたいかなと思います。うん、これですね。うん、ぶっ飛び世界一周ではやっていきましょう。うかうかの声、そんなバカな、うちの中に隠れるのじゃ。あのうかうかがまた復活するとは。わしの命令を失敗した者は誰一人おらん。コルテックス、二度までもわしの顔に泥を塗るとは。偉大なるうかうか様、あのクラッシュめがいつも封印されていた牢獄の底から、これまでわしは貴様に命令してきた。じゃが貴様はパワーストーンもダイヤも全部奪われよって。もう我慢の限界じゃ。世界征服に必要な宝石がもうないではないか。わかっております、うかうか様。ちょっとしたミスはありましたが。大きな失敗だ。そうは言っても、貴様の失敗によってわしが自由になったのも事実じゃ。皮肉だなの。もう一度だけチャンスをやろう。この星を征服するためのパワーを集める方法がまだあるのじゃ。今度はわし自らが出る。それでちょちょいのパーじゃ。遠い昔、わしは地球を救うために悪の仮面ウカウカを地下の牢獄に封印したのじゃ。しかしなぜかあいつが復活してしまったようじゃ。わしはまたウカウカを止めねばならん。お主らの力をぜひ貸してほしいのじゃ。ここはタイムネジネジマシンの部屋じゃ。ウカウカとコルテックスはあらゆる時代のパワーストーンを集めようとしておる。このマシンで奴らと同じ時代にワープしてパワーストーンを守るのじゃ。床にある数字のボタンに乗ると丸いタイムゲートが開く。そこに飛び込むのじゃ。頼むぞよ。はい、それじゃ始まりましたね。あれですね、前回のクラッシュバンディック2に比べればだいぶ楽ですね、移動は。前はね、真ん中行って上下だったんで、非常に移動はめんどくさいっていうのがありましたけど、今回はくるくる回るだけ OK なんで、楽ですね。じゃあまず確認だっけ。これは？あ、はいはいはい。もう私は、クラッシュ派なんでね。残念ながらここはお留守番。当然これが1ステージ目ですね。うん、1,2,3,4,5 と。すごい、なんかちゃんとボタンがこうなんかちょっと なんかもっこりしてちゃんとしっかりしてる。へえ。じゃあまずケロッパ城下町行きましょう。うん、これも見やすいね。ちゃんともうパワーストーンもダイヤも両方あるって一目見てわかりますね。よし。で、今回はですね、お、その前に説明。クラッシュ、クラッシュ、なんでわしの邪魔をするのだ。
今度はわしも仮面ぐらい持っておるわい。どちらの仮面が強いのか比べてみるのだ。よし、今回があれですね、僕にとっては一番思い出深いというか一番やり込んだのがクラッシュバンディング3ですね。どうなんですかね、あの実際当時はそのネットっていうものは普及していなかったんで、私の中の友人間の話ではやっぱり3はちょっと1、2でできた人に比べればいろいろこうクラッシュが性能が高くなってしまったがために、なんか一番簡単なゲームだから一番やりごたえがないなんていう意見もありましたけどね、僕は一番いろいろできる方がやっぱ好きだったんで、それは全然悪いことではなかったんですが、皆さんはどうなんでしょう。で、今回はですね、ちょっと前と比べ違ってちょっと動画の撮り方を変えていこうかなと思ってます。お、うん、いや壊したのか、あれそのまま放置するとブロックになっちゃうやつですね。前は、とりあえずもう1周目はもうダイヤ取れたらラッキーみたいな感じで、基本的にはダイヤは狙っていかないっていう感じだったんですけど、今回はもう1周目の時点でダイヤ取れるんだったら取っていこうかなと思ってます。でカラーダイヤとかも必要な場面はあるんですが、それはまたカラーダイヤ取ってからまたそこやるという感じで、もう1周目の時点でもうそのダイヤを集めていきたいかなと思います。なんで今回ももうすでにねダイヤ取っていこうと思ってますんで、まあ当然その辺はカットを使ってですね、あんまりなんか同じこと何回もやってるわみたいな感じにはしたくないかなと思ってますが、まあただそれはね動画を見ていただければというところにはなりますが、で、まあさすがにね1ステージ目だからそんなあれこれ気にしなくたって多分ダイヤぐらい多分取れるかなと思うんですけど、おっとっと危ない、あれなんか当たりづらかったか、せっかく無敵の赤くした後に畜生が、でパワーストーン、またパワーストーン集めてるんですよね、なんだっけね、あやばい、あれはよいしょ、よし、うん、最後だけは危なかったね。じゃあまずは余裕のクリア、ダンスはダンスは絶対するのね。じゃあ次、海底宝探し行きましょう。ほい、水中か、はいはいはい、これ敵素早くキックスピン、これ出発したっけ、違うね、連打か、はいはい、結構92個結構多いな、うん、サメ系はどうだったっけな、当然正面はダメか、あわっスピンやべえな勝手に前に行きやがる、ああはいはい、あとつつつつと、これはまあ無視していくか、確か水中は基本なんか危なかった気がするんだよな、うん、おめおめおめ、ラッキー、今見えてなかったあいっ、危ねえ、
怖い怖い怖い。ちょっと追尾してんなこいつ。少し一緒に上に来てる。よし。あ、あれ。なんか基本なんかさくら4個ワンセットで置いてありますね。よし。今のところ取り物ないかな。なんかね、こういうところね、司令塔あったりするからな。危ないですよね。下だよね。あ、違うか。下、下行ってた。よいしょ。くそ、わざと見づらくしてる。びっくりした。あったあった、すんな。ありましたね。はいはいはい。あれか、四角で OK ですね。あ、ぶつかっても、またあった。なんか落としてる。どれどれ、これこれか。あぶねえ、あぶねえ。またブロックになっちゃうとこだった。その時点でやり直しになっちゃうからな。結構この辺あるかもしれない。あ、あったあった。よし、ちょっと、よいしょ。あれの方向転換がちょっとぐわって動いてやりづらいね。今後の障害になりそう。お、サメだ。確かなんか遠慮なく壊していって問題なかったはずだから、どんどんやっちゃおうか。なんかある？あ、はいはいはい。まあ、基本的にこっちにね、被弾することはないから、まあそこはまだいいっすね。ここも行っちゃえるね、行っちゃえる。くると回っていく？こう行って、でした？はいはいはい。なんか、ありそうな気がするけど、ない。うい、おっと、こっちか。はいはいはい。あ、やばい。これは、下に向かってスピンしないと。よし。あ、そう、これなんかただ漂ってたかと思ったら、クラッシュのことちょっと追ってる。これ危な。機械のくせに追ってくんのか。いや、機械だから追ってくんのか。音はちゃんと聞いていかないといけないですね。時間制限の箱に出くわす可能性もありますからね。ほら、あと11個ぐらいたらありそうかな。おっと、危ない。あ、お、また。よし。これも隠れてる。あ、なんか落としてる。危ね。あと2個。お、これは嫌な感じしますよ。あと1個、マジ。やべえ、あと1個見逃してる。そーん、マジかよ。どこ見逃した？ちょっとだけ戻ってみるか。この範囲内だったらいいけど。あ、よかった。はい、ということで、よかったね、取ったね。よかった。よし、じゃあ次は1位の3に行きましょう。あ、ここはもういいか。強制的にキャラチェンジですね。ほら。あ、いやね、この演出好きです、僕は。乗り物系だったかな。そう、なんか特殊系のやつは確かここみたいなイメージありましたね。ちょっと待った。ちょっと足見てる。あ、いてて。いや、まだちょっとしびれてるけど、あんまあ、いいや。よし、なんだろう、なんかそんなあぐらかいてたら足しびれた。あ、これは小熊ちゃんの時より動かしやすいぞ。動きが滑らかだ。あ、まだ待って、今、あ、いや、今逃した。今の自分悪い。あまりの感動に。くそ。こ
これ。でもなんかスピード感の中に少しゆっくりですね。ダッシュありきだっけな。いやそんなことなかったと思うけど。おっとっとっと、あなんかあれだ、あのさっきのあれ上行かなきゃいけない場面あったな。なんかうろ覚えですけど、あー今のもうすでに見逃したか。いやそんなことないわ。あ危ね、今のダッシュジャンプか。チェック。あー今やべ、今のはやべ、今行っちゃった。ああれだ、今分かった。くる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 、今のはわざと死にました。あれちょっと待ってよ、なんか間にちょっと届かないね。よしよし、おい。でこうやって、あれあれ難しいね。よいしょ、結構間な。あれ飛び越しちゃうな。ちょっと早めにジャンプしなきゃいけないのか。ほら、あれですね、そういえば要はダイヤ取り行くってことはこういうことですね。よし、たはい、こうもう多分本来だったらもう2周目でやろうって判断するんですけど、もうこうやって1周目の時点でもうダイヤをもう取り行く、取れるんだったらね、もう体や取んなことには取れないステージもあるんで、そこはまあしょうがないとしても、はい、あ違う、あ違うわ、ほらギリギリ、よし、ほらよし。でもあれだな、確かに左右への動きはこぐまちゃんに比べれば全然楽ですけど、ちょっと動きもっさり感があるから、その分あ可愛いね。まあどちらにしても強いでは楽か。戻るんだっけ。クロスカードいた。で次4、おっダイヤ2つある。こいつはあれダイヤコースみたいなあるな、きっと。まあいい、行こう。ウカウカコルテックス、お面かぶってタイニーにパワーストーン持ってこいと言った。ローマの闘技場に来いと言った。クラッシュ、パワーストーン、タイニーに置いてけ。あれこんな声だっけ。あ、赤ダイヤの案内がある。赤ダイヤか、赤ダイヤありきか。でもなんかクラッシュ2の時もそうだったんですけど、なんかあれだね、ダイヤコースに箱がないってパターンがあるんですよね。今回もそのパなんか赤ダイヤコースには1個ダイヤあって、箱は箱で普通に壊せそうな気がするんですよね。ということで箱を全力で壊しに行ってみようかなと思います。行ってみよう。よし、今回はおっとね、まあね、まだ最初チュートリアルみたいなもんだから、なんかやたら変なものは来ないと思うんですけどね。何で追ってくんだっけ。あ、追ってこないか。高いとこ苦手なんだね。かわいいね。よし、あ、違う、別に違うわ。置いてこないわけじゃなかった。あ、これあれか、勝手に箱壊してくれんだっけ。またあれでもあれだな、壊してくれない場所というかパターンあるからな、そこ壊してくれない当てにするのよくないね。これだいぶまたあれか、あれ、あ、こんな、あれ、こんな来ないのか。あ、崖があるからか。はいはいはい。あ、これ初 TNT ですね。で、
た多分縦スクロールで追ってこないからもうあれかな、もう追ってこないのかな。あ、草大丈夫か、なんだこれ。あ、やっぱダイヤコースあるわ。多分クラッシュ2のパターンからすると今回箱はない。赤ダイヤコースには別でダイヤがある。よいしょ、よし、これ立てる、あ、立てるか。じゃあボーナス、お、箱多そう。14個か、まあまあまあか。ほい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 、早くねボスを倒していろんな能力解禁していかないとね。ほら、あ、ダメか、もう一個壊していいね。ほい、あ、これ届くわ。はい、ともう大丈夫だね。これで、おっ、おっ、ね、よし、あと15、21個、この辺ね、ちゃんとやっとかないとジャンプに支障をきたす場合がある。あ、今度横になった。あ、すごいね、これやっていいよな。あー、あー、上に行くパターンね。ほい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 、もう全部壊してる、壊してる、 OKOK、 よし、あと16個、いけるいける。はいほいほい、あ、ラストスパートね。ほい、さあ、いらっしゃい。さて、こいこい、あらららら、おっと、危ねえ、危ねえ、やべ、追いつかれる。あ、あ、壊してくれた、ありがてえ。あ、追いつかれた今の、マジ。赤枠であの溶岩分は不正だと思いましたけど、なんか別に踏み潰されるわけじゃないのか。バグか、バグというか変ななんか感じになっちゃったか。ここ、よいしょ、アニトラ危ね、うわっ、つうっそ、今追いつかれたね最後。まあ草入っちゃったからな、今最後減速しちゃったんですよね、今草のせいで。よいしょ、あ、別に今の壊さなくていいか、壊してくれるから。よいしょ、あ、ね、よいしょ、 OK、予想通り、やっぱダイヤはある、うん、よし、でもう一個ダイヤありますが、これは赤ダイヤないとダメそうだったんで、これはさすがにいきなりはできないんで、ね、赤ダイヤ取った後でまた来ます。で、一応これ最後にですね、じゃあ1の5、あ、またここか、海賊島を目指せ。あー、なんだっけ、あれかな、なんだっけなんだっけ、スノーモービル乗るやつか。エアトリック、スピードアップ、ああ、はいはいはい、なんかすげえ苦労した記憶あるな。あ、あれ L2 バツ、あ、バツで動いて、はいはいはい、よいしょ。さあ、これタイムアタックめんどくさかったんだな。あーっと、ほい、ほいほい、
こっちかな。あ、うん。おお、危ない、危ないった。よし。よし、あ、それでチェック。よしよし、よし。わ、ぶつかる、チャック、ぶつかる。おお。あ、あぶ、あぶ。ちょっと待って。逃してる。よいしょ、オッケー。これ取り物ないよね、今のところ。うわ、あ、そう、なんかあったな。なんかわざとポジャンって沈んで箱壊すみたいなのもあった気がするな。え、マジ？あ、いて、これ敵判定あんのか。やべ、まさか当たんねえだろうと勝手に高く食ってましたね。よしよしよしよい、ほい。でここで、よし、ほい。よいしょ。でもあれですね、やっぱこれ多分間違いなく自信あるんですけど、あ、ちょっとこれまたあの PS4 のなんつうの、あ、この物理エンジンの塩っていうの、海のこの波の動きにすごい影響されますね、これ。多分めっちゃやりづらいんですよ、これ。よいしょ。多分これ絶対、多分 PS の時多分ここまでじゃなかったはずなんで、間違いないか、多分。うわっつ、うん、これやばいな。序盤だからまだこんなんで済んでますけど、今のもう分かったね。ぶつかるって俺めっちゃ狙われた。これむず、あぶね。波に持ってかれるんですよね、いちいちさから。よいしょ、おーっと、はいはいはい、よし。爆弾多いな、こんな多かった最初から。あー、ここだー。あー、だい。おどおど。ついちょっと待って、当たるあぶね。オッケーオッケー。まあ、よし。でボスが登場と。よし、タイにタイガー。もう、おなじみっすね。ダッシュ、ココ、モンスター待ってる。それタイニーのもの、モンスター取り返す、闘技場に行く。俺こんなアホっぽい子だったっけ。あら、腹立つ顔してる。よし、なんだっけ。とりあえずまあ逃げて、多分勝手あれ突き刺しで、あ、これでチャンスか。はいはいはい、あと2回だね。なんだ、危ね。多分これはさすがスピンできなかったかな。なんか多い、危ね。さあ来た。うん、走り続けていれば円を描くようになる。よし、スキャリー。さあ来るぞ。最後は激しい。お、真ん中？おいし、あ、来ました。危ない。はいはい。やべ、なんか画面すげえ揺れてる。これわざとか。すごい見づらかった今。ほいほい。さあどんどん来い、いらっしゃい。さあ、はい、うん、まだまだ。はい、ありがとうさん。わ、かわいそう。あう、
あ、これ永遠投げ続けられてる。あら、有事かけられた。あら。これジャンプも。おお。知らなかった。あ、もうこれは取るしかない。まあ、かわいそうだからね。これ以上はやめとこう。さあ。さあ、勝手にスーパーボディプレスなんだっけ。あ、てか、コルテックスの顔やべえな。細かいね。よくやったの。タイニーを倒したことによって、次のタイムゲートが使えるようじゃの。一旦戻ってセーブするのが良いぞ。セーブスクリーンの前で立ち止まれば、あとはちょちょいのパーじゃ。次に進む入り口が開いているのが見えるはずじゃ。はい、ということで、じゃあ今回はパート1はここで区切りましょうか。それではどうも、ロコでした。